はい、日本健康にスロット校、川崎亮太です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。動画のコメントですね、動画のコメントで嬉しいコメントをいただいてですね、先生優しそうとかですね、あとは私生活、あと先生の場所の治療院の場所ってどこにあるんですかってご質問をいただいたので、それについてお答えしていこうと思います。住所はですね、北海道札幌市、北海道札幌市の北区北7条西4丁目1-1っていうところなんですけども、すごくわかりやすいです。すごくわかりやすいはずです。 JR 札幌駅がございます。 JR 札幌駅ですね。もしこの動画を見ているあなたが遠くに、北海道じゃないところですね、本州とかに住んでおられるのであれば、ぜひ一度北海道に遊びに来てください。いいところです。今は北海道復興割とかのね、なんか、お安くなるプランとかもあるみたいなので、ちょっとそれ調べていただいて、ぜひ北海道に遊びに来てください。はい、だいぶ話が脱線していきましたけども、大事なことはですね、大事なことっていうか、JR 札幌駅です。 JR 札幌駅、 JR 札幌駅を基準に考えると、こっち側が大通り側が南口っていう方なんですけども、結構栄えてる方ですね。すすきのとかもこっち側になりますけども、そっち側じゃなくて北口の方になってます。北口の方で、そこを出ていただくと、 JR 札幌駅の北口を出ていただくと、目の前にですね、ファミリーマートっていうコンビニが出てきます。ファミリーマート、注意してほしいのは、西側の北口なんですね。北、南、西、東、この西側の方の北口から出てください。西側の方の北口から出ていただくと、ファミリーマートが目の前に見えてくると思います。そこのビルの10階になってます。そこのビルの10階になってますので、エレベーターでお越しいただければっていうふうに思います。はい、結構場所がですね、割と分かりやすいんじゃないのかなと思いますが、入ってからですね、このビル5階までしかないと思ってましたとかですね、10階に入ってから分かんなくなっちゃいましたって方意外と多いので、大丈夫です。10階までありますし、エレベーターを10階まで上がっていただいたら、その後右に曲がって、もう一回右に曲がってください。そしたら当院がありますので、ぜひですね、うちにも遊びに来ていただければというふうに思ってます。ただ完全予約制なので、来られる時はお時間、ご希望の日にちお時間を言っていただければ、空いてるところでご案内いたしますので、そんな形で、来て遊びに来ていただければ嬉しいかなと思います。はい、私生活のお話はですね、また随時後ほどですね、していこうと思います。はい、私の趣味とかですね、そんなお話もそろそろしていこうかなと思いますので、お楽しみにしていてください。本日のお話は以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。